私がやるのかと思ったよ。私もやるよ。やろうと思えば。ねえ。これ録画してんの、今日9日なんですけど、なんか明日後半が、もう、ね、配信されるみたいなんですよね。購買部めっちゃ上向きあるよね。人選ミスでは？ダメです。そこね。確かにふるいにかけていかないとね。違うよ。リドルくんはね、かわいいんだよ。リドルくんはそれがいいんだよ。リドルくんそんな可愛い顔で180センチ超えてたらもうアンバランスが過ぎるもの。だからって191センチの男もどうかと思うけどね、でかすぎんか？煽るなぁ。煽るなぁ。ほら、怒っちゃうから。あの人からだって2メートルだもん。声でかい。もうスイッチ入っちゃったじゃん。いい性格してんな、エペル君。わあ、すごい。やばい、かわいそうだけど、めちゃめちゃ笑えるんだが。はいはい、開放状態ね。飛び跳ねてるんだ。バーヤだったんかい。
やっぱり横の人玉がツボなんだよね。ジーヤとバーヤの区別つかん。やばい顔してる。スクショ撮っとこう。え、こんな顔見たことないんだけど。聞いてない。笑えるわ。僕え、やばい、新たな扉を開きそう。いや、そこだよね。やっぱりそうだよね。やばい、口調がやばい。くれる、すごいいいね。このストーリーを進める上で君は重要な役目を担っているよ。倒してから行け。すぐに終わらせてやる。なんて不幸せな人なんでしょう。もう本当にすぐスイッチ入るんだから君たち。俺だな。自意識過剰なのでは。やば。ビンタされてる。ゴーストを触れれるんだねっていうかね。
またそれなんだ。普通に戻ってますわ、ビル様。イリア先輩も勝ってないよ、大きい犬。え、動けない。情報量多いな。早い切れとるし、言葉の選び方よ、ドレイ先輩。そらそうなるわ。あ、かわいい、顔かわいい、スクショ撮っちゃおう。え、かわいすぎん？見て見てこの顔、やばくない？見て、顔いやー、ジェイド君はねえ、まあその本性さえ出さなければめちゃめちゃ王子様に近いと思うんですけどね。
え、待って、人玉もう一人いる？これ、左下に。面白いんだろう。気づいちゃったか。本当に失礼なやつだな。バラエティ番組はあるのか、この世界に。先輩の顔もやばくない？スクショ撮っちゃうわ。ちょっともう今回何枚撮るの？ほんと焚きつけるのが上手だな。やばそうな予感しかしん。これはちょっとやばそうな予感しかしんわ。今回結構長いね、前半が。もうエピソード1めちゃめちゃ短かったけどね。もうもはや活躍のところまで見せてくれない。かわいそう、かわいそう。もう、あー、かわいい。やばい。いい顔してる。何しに来たんだって言われてんの、かわいそうすぎでしょ。もうさ、リリア先輩はもうしょうがないね、かわいいもん。セベク、うるさい。リリアをちゃんと見よう。あの、外見はバッチリかもしんないけどさ。あ、人玉やっぱり2匹いた。え、目こんな感じなんだ。かわいい。でも、人玉の、ちょっとなんか、グッズ欲しいな。
確信をついた。どうしたの？思うところがあるんだね、チャビチャビー。もしかしてそういうこと。そっか。もう涙目じゃん、かわいそう。チャビー生前はどんな格好だったんだろうね。気になるな。出てきてくれるかな、最後。やば。ミディア君、これ終わった後。後ろに気をつけてね。ほら、もう見た？フロイド君の顔やばかったよ。でもあれ、リリアちゃんもうガチギレしてんじゃん。ああ、見捨てられたわ。切れてるね。チャビー、君は何を思うことがあるんだい？言ってみなさい。あ、ここで終わりみたいですね。まあ、と言いつつですね、どうやら明日、後半が、配信されるみたいなんでね。まあ、そっちも、やっていこうかな、と思います。いや、今回なかなか、ね、笑えるね。監督生全然出てこないしね。いや、それでいいんですよ。もうね、キャラがわちゃわちゃやってるのがね、面白いよね。ようやくここから、今回の、まあ、カードにね、実装されている、4人が出てくるっていうことかな。なるほど、なるほど。やっぱ欲しいなぁ。エース君。いいなぁ、欲しい。普通に欲しい。どうしよう。いや、ちょっともう魔法石に関してはちゃんと計算をしようと思う。もう買うなら一番いいようにしたいよね。いやー、もう絶対無課金でやるって決めてたけど、
これは課金しちゃいそう。だけどこんなにいいパワーある？そう、なんかこんなにいいカードあるっていうのもあるし、なんか結局その10連4回分の魔法石を溶かしちゃったっていうのもあるし、でも結局そのあと4回分を買って回したとしてエース君が絶対来るわけじゃないって思うと、もうなんかそれもそれでなーっていう感じなのよね。まあ22日までだからもうちょっとしっかり悩むかなーと思います。はい。ということで、後半を次回はやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。またねー。